女性の質問コーナーをやりたいと思います。結婚してたら恋したらダメなの？セックスに求める条件は論外すぎてセックス男女関係ないから。はい、皆さんこんにちは、いかりんです。今日はですね、初めて家で一人でお風呂で動画を回しているんですけど、なんと男子禁制女性限定の質問コーナーをやりたいと思います。これ自体結構質問コーナーインスタとかでやってるんですけど、質問コーナーを自分で撮ること、でも初めてもこうやってカメラ回してっていう、今さっき質問集めたのでどんどん答えていきたいと思います。女子限定です。それではスタート。彼氏が過去に三股していたら嫌ですか？いや、現在進行形じゃなくて過去だったら別に気にならないですね。過去のことは別に気にしないです。過去は過去、今が大事だと思うんで。三股とか慣れてる人だったらなんか自分の時もされちゃう可能性は高いかなとも思うので気をつけてください。髪型ショートの時ありますか？あるけど写真に残ってない。会う時に香水つけてこないでという男の心理とは？香水の匂いが嫌いとか、それかなんか人間らしいなんか独特の、あのお風呂に入ってない匂いとかが好きな人とかいそうじゃない？スリスリしても無理だった、寝られた。あー、これね、なんか彼氏と言いたいんですけどやってくれません、どうしたら彼氏を誘いますかっていう質問に対して、前インスタでチンチンスリスリって書いたので、多分それを実行してくれた女の子だと思うんですけど、こういう場合はですね、いや、うちだったら触ってれば基本立つのよ。だから立ったらもう勝手に入れる。彼氏が欲しいけど好きって感情が湧かない、なんかおかしいんかな。それはなんだろう、作ろうと思って作るものじゃないからね、彼氏って。いつの間にか好きになって付き合ってるとか好きになってたっていう感じなんで、作ろう作ろうって思わない方が逆にできると思います。女の子も男の子も好きなの、でも男の子にキモって言われてから隠してる、それがしんどい、どうしよう。一個言えるのは、なんかもう自分は自分だから気にしないようにできるのが一番いいと思うんですけど、自分の人生に大きな影響を与えてくれるような人でもないようなやつの言葉を真に受けないでください。脱力愛はどう思いますか？現状がそんな感じに近くて、まあ人はね、これも何回も言ってんだけど気が変わる生き物なんで、別に悪いとかいいとか別にないと思うけど、略奪愛したら略奪愛される可能性は高くなるんじゃないかなって思います。熱い。彼氏が覚醒剤やってます。周り別れろって言われてるし、一緒にいて意味ないのも分かってるけど別れられません。好きだし見捨てられない。アイカリならどうしますか？論外すぎてなんか論外ですね。母性強すぎません？見捨てられないって。一回その人から離れて外に出たらいい人いっぱいいるから、これよくみんなさ、いい人いっぱいいるからって言ってもさ、その時はさ分かんないじゃん、自分ってその人に夢中だから。でも本当にそうなの、だから踏み出して。妊娠したら産みますか？下ろしますか？子供好きじゃなさそう。下ろしますね。はい、仕事が忙しいから彼女を作らないって言い訳ですよね。はい、言い訳です。脈なしですね。結婚まで約束してたのに仕事が忙しい理由で会えず破局。でもまだ好きです。向こうも好きらしいですが進展ありません。諦めるべきですか？本当に好きだったらどんなに忙しくても時間作るから、マジで行動だから。好きだって言われたとしても言葉じゃん、そんなの。行動を見てください。彼氏が生きにくい時どう対処しますか？生きにくい人と出会ったことないな。頑張る、とりあえず。もしそうだったら。20代一児ママです。離婚して親にもう男は作るなと。セックスしたいときどうしたらいいですか？セックスだけしたらいいと思います。結婚してたら恋したらダメなの？そういう法律はないので別に犯罪でもないしいいんじゃないですか。ただなんか一人の人を幸せにできなくて悲しませるくらいだったら結婚もすんなって感じだし、彼女も作るなって思いますね。セックスに求める条件は？大きさ、太さ、テク、トータル的にトータル。結構セックスに求める条件高いかもしれない。何回言わせるの？好きだよ。ありがとう。私の憧れアイカリン様、妻子持ちを振り向かせるには教えてください。いや、妻子持ちであろうがバツイチだろうが独身だろうが関係ないから、好きになるときは好きになるから。なんか妻子持ちだからその振り向かせらんないとかないから。男は男、あなたに魅力があれば振り向いてくれると思いますよ。
婚約中同棲してる彼と別れたいけど別れられない、喧嘩ばっかり、愛かりんだって別れる。なんか自分にとってその人といて成長させられるなって思う部分が嫌いな部分よりも上回ったら一緒にいるかな感じ。一回紙に書くといいと思うよ、好きなところと嫌いなところ。で、嫌いなところが多かったら別れた方がいいと思うし、あとね、同棲ってね、良くない。毎日一緒にいるのが当たり前じゃん。だから、なんだろう、特別感なくなるよね。うちも結構同棲しちゃうタイプだけど、本当に同棲はおすすめしない。結婚願望ありますか？ありません。恋愛に発展するための秘訣は何ですか？え、なんだろう、よく一緒に出かけるとか。なんだろう、なんか勝手になる気がする。恋愛に発展するときは勝手に。彼氏が実はバツイチで別れたいけど離れてくれません、アイカリンならどうしますか？離れてくれないっていうのは言い訳に、自分も離れたくないから彼のせいにしてるだけなんじゃないですかって思っちゃうけどね。だって自分が本当にさ別れたかったらさ、相手がいくら別れないって言おうがさ別れるかなって思うけど、どうでしょう。好きな人を振り向かせる女子力とは、痩せるとか肌をきれいにするとかちゃんとする女としての最低限のこと、女の子として見られるためにちゃんとする。彼氏の元カノとインスタ2人もつながってて嫌です、何なんでしょうか？しかも2人でしょ、浮気症ですね。普通に気をつけた方がいいと思います。その人好きってバレるのが恥ずかしくて逆に冷たくなっちゃう私に一言ください。なんか女の子そういう子多い気がする、バレるのが恥ずかしくてみたいな。もっと自分に素直に生きた方がいいよ、絶対その方が人生イージー。マジで思ったことは言った方がいいし、なんか言わなかったら何も伝わらなくない。 VIO の脱毛してるんですが、少し残すか永久になくすか迷ってます。アイカリンはどうしてる？じゃあ全部ないです。なんか毛ってなんか顔より上のなんかまつげと眉毛と髪の毛以外の毛ってなんか必要ないと思うよね人間。フェラーリが上達しなくて彼を満足させてあげられません。いや、わかんないじゃん、そんなの。満足してないって言ってくるの。満足してるかもしんないじゃん。フェラは上手いも下手もないんで、雰囲気作りですね。次、アイカリンの出すフェロモン色気教えて。セックス。彼氏と同棲してて、彼氏が家にいると思うと帰りたくないって思っちゃうのは冷めてるってこと？冷めてると思います。普通好きだったら帰りたいって思うと思うんで、はい、山口に住んでます。神奈川の人に片思いです。今はコロナで会えなくて寂しい。病む、しょうがないよね、コロナで会えないのは。あと病んでる時間はもったいないんで、なんかしてた方がいいと思います。毎日旦那と家にいるとストレスがすごいです。ストレス発散どうしたらいいですか？その毎日一緒にいるから喧嘩がすごいっていう原因が分かってるんだったら離れたら一回したら仲良くなれると思いますよ。妊娠して中絶して彼と別れました。相手がクソで別れたけど会いたくなる。どうしたらいいか分かりません。別れたばっかだからじゃないですか。仲良かった時の思い出が蘇ってきて今は美化されてるだけだと思います。時間が経てば忘れるので大丈夫です。男性恐怖症で男性と話すことができません。どうすれば男女問わずうまく接することができますか？自信持つことかな。一番簡単なのはって、うまく接することができるためには自信を持つことが一番だと思います。あと人に嫌われるのが怖いっていう気持ちをなくせばなんか何でもできる。旦那の家族と仲良くできないです。どうしたらいいですか？仲良くする努力はしてますか？こっちがいくら歩み寄って仲良くしようとしてもそれをなんか邪険にしてくる感じだったら別にもう仲良くしなくてもいいと思う。何も分かってくれない場合はどうしますか？分かってくれるような説明の仕方をしてますか？自己中なような伝え方してませんか？思い合った話し方とかすれば分かってくれると思います。話し方がね、人間大体9割なんで話し方を学びましょう。フリーターの彼氏と同棲しようと思ってるんですが大丈夫だと思いますか？まあ同棲するって話が出てるんだったら全然ご自由にって感じですけど、本当に同棲をおすすめしないです。変わるからね、1年後、2年後ずっと変わらず付き合った当初のままいてくれる人がいたらそれはもう結婚した方がいい。彼氏が好きって言ってくれない、行動を見てください。好きって言わなくても行動が愛してくれてる行動だったら別に言葉なんていらなくないですか？好き好き言っても会ってくれなかったりとか、なんか冷たかったらその好きって何って感じじゃない？次、お前のこと好きじゃねえしっていうくせに束縛してくるし付き合うって毎日言われる。何これ、なんか天の弱ですね。そういう人多いと思いますよ。
素直になれない、素直になんかアピールできない人って不特定多数いる気がします。小学生の男の子が女の子にちょっかい出してるって思うといい。彼氏が全然会いたがってくれません。ちょっと寂しいので彼氏を沼らせる方法を知りたいです。一番はもう新しい男作っちゃうことだよね。そんな会いたがらないってさ、彼氏彼女なのって感じだし。アイカリンは遠距離恋愛耐えられますか？私は無理だけど付き合う人大体遠距離の人です。なぜ？じゃあ近くにいる人じゃないと付き合わないですね。勉強しなきゃなのに趣味のお菓子作りばっかり してしまうので、なんかいい集中の仕方を教えてください。勉強しなくてよくない？趣味に没頭してる方が人生楽しくない？勉強ってなんか役にでも立つのって感じ。人生において社会に出て学んだことの方が全然役に立ちますけどって感じ。アイカリのジムのメニュー知りたいです。アイカリみたいになりたい。あ、そしたら今度ジムの動画を撮りますね。いつもやってるメニューとかを実践 しながらやってみます。既婚者を好きになったことありますか？ないですね。既婚者って知ったら無理。普通に彼氏いてもセフレ作るのありですか？彼氏のことが好きじゃないんだったらいいんじゃないですか。彼氏がね自分がされたら嫌なことはしないようにって感じかな。別に自分がされてもいいんだって思うんだったらしてもいいと思うよ。16歳と14歳の息子さんがいるバツイチ40代の男性を好きになりました。向こうも好きと言ってくれていますが風俗のお客さんです。今後付き合ってうまくいくでしょうか？それはまず好きになってるだけですよね。付き合ってもないんですよね。まず付き合える前提で話してますけど、付き合ってから考えたらいいんじゃないですか。まず付き合うことを目的目標にして、あとは時の流れに任せたりとかでいいんじゃないですか。干渉なのか相手のが擦れてただただ痛くて気持ちよくないです。ローションを使いましょう。男は誰とやっても誰にチンコ舐められても気持ちいいものですか？まあ目つぶってればその相手が誰だか分かんないからね、気持ちいいじゃないですか。女は関係持ったら相手を好きになりますか？女はとか男はとかってあるけど、男女関係ないからって感じ。男でもやったら好きになるやつは好きになるし、女もやったら好きになるやつは好きになるし、ならない人はならないからって感じ。なんか言い方がきつく感じたらごめんね。全然なんか思いを伝えたくて言ってるだけなんで、こういう感じで。嫉妬深い彼氏だったらどうします？よちよちって感じ。よちよち可愛くないですか嫉妬。今してる努力は何ですか？なんか一日過ごして朝から起きるようにしてて、なんか時間だけはみんな平等じゃないですか。お金とかそういう職業とかみんなバラバラでみんな違ってとかだけど、生まれ持っていく年もみんな違ってとかだけど、時間だけはみんな平等なんですよ。今年入ってから本当に一回も午後に起きたことがなくて、朝ちゃんと起きてやれるべきことやって一日一冊は本読むとか、こんな真面目な愛花に語りたくないんだけど、なんかそういうのしてて、でなんか YouTube 撮影もさ、うちもともと群れるのが好きじゃないタイプなのね。人と群れるのが、一人でできないのって思っちゃって、なんか一人でやるっていう挑戦をしたくて始めたっていうのもありますね。それも事務所の力とか事務所の方が協力してもらうとかばっかりじゃなくて、自分でも撮れるものは撮ってとか、ちょっとでもじゃあ人の SNS 見てる時間があるんだったら自分でやれること探そうとか、なんかすごいなんか前向きになって、仕事を頑張ってる時って本当になんか余計なこと考えなくて済むんですよ。だからみんなもなんか人のなんだろう悪いとこ荒探しとかする人多いと思うんですけど、それって暇だからなんですよ。だから何か趣味を見つけたりやることを見つければ、そんななんかくだらない時間過ごさずに人生楽しめると思うんでなんかそういう努力をしたらいいと思います。元彼に可愛くなったねと言われました。キモいですよね。それはキモいで、そういうとこだよね。見返せたってことでしょ、別れてから男を。素晴らしいと思う。この視聴者さん、元彼から連絡が来て可愛くなったねとか久々とか連絡が来たら完全に、なんかその時にはもう女の子って元彼のこと考えてないんですよ。そのレベルに達しちゃったら、だから本当に手放したくないし、いい女だと思ってんだったら本当にその一緒にいる時に大切にするべきだと思いますよ。それは男女関係問わずですね、人間関係全てにおいて。そんな感じで結構喋っちゃったかも。はい、というわけで今回はこれまでとします。まだまだいっぱい来てたんですけど、全部返してたら死んじゃうのでのぼせちゃってなので今からお風呂ルーティン取ろうと思ってる。このまま
なんかそんな感じでみんなね、恋愛悩んでる方たくさんいると思うんですけど、いつも質問コーナーやるたびに本当にね、恋愛のあれがすごい多くて、で全部返せないしさ、長い質問とかをさ一言とかで返すって失礼だなと思って、今回なんでちゃんと動画にして残そうと思ったので今回撮らせていただきました。いかがだったですか？それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。